はい、こんにちは。暑いね。夏です。今回は待ちに待ったキーパーグローブ紹介です。はい、はい、じゃあ、紹介していきたいと思います。いつも使ってることがスポーツジャングル店さんです。ありがとうございます、はい、今日紹介するのは、SJS ゴールキーピングの、フューチャーズ2。ちょっと本当っすか？概要欄に貼っときます、しっかりと。 SJS って聞いたことないんですけど。 SJS はサムっていうプロの選手が自分がつけたいグローブを、まあ、自分に作っちゃったっていう、まあ、そんなあの GK ジャンキーなグローブです。でそれは日本で友達のトミがこの代理店としてデザイナーもやってるのかな。開封動画、はい、YouTube っぽくなってきましたね。そうだね、ついにデビューしちゃうみたいな。SJS、これが、あ、もともとビニールが貼ってある。そう、これ剥がして使うんですよね。そう、剥がして使うよ。ほら、お、すげえ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 。めちゃ伸びるんだけど。これね、SJS。なんかすごい高そうに見えますわ。1万円ぐらいするような感じっすよ、この感じ。もうなんていう雰囲気、オーラが。SJS のすごいところは、はい、どのカテゴリーの選手にもハイクオリティの商品を、まあ、つけれるような、そのトップモデルしかないんだよね。え、これでいくらぐらいなんですか？7980円。あ、でも8000、1万円切るんですね。そうそうそう、まあ、しかもそのセールじゃなくてね、はい、あ、定価 で, 定価でもちろんね、大手のメーカーはさ、はい、まあ、細かいこと言うと、まあ、プロモーションの費用とか、まあ、いろんな人がかかってるから、はあはあ、まあ、お金高いじゃん実際、はい、でもそうじゃなくて、やっぱそれだとなかなかさ、じゃ試合のグローブは高いやつだけど練習のグローブは、まあ、めっちゃ激安みたいな、まあ、俺も現役っていうか、まあ、高校生とか大学生の時とかもういつもそうだったけど、うん、そうじゃなくて試合でも練習でも使うこのグローブのクオリティが変わらない、同じもので試合も練習もできるって、うんうんうん、結構選手として嬉しいよね。確かにそうですね。複雑だけどこんな感じです。グリップがマジでもちもちなのよ。もう伝わるかなこれ。めっちゃもちもちなのよ。あー、伝わるかな。伝わるかなこれ。ちょ、マジ触ってみてよ。俺触るんですか？俺やるから。マジですか？俺がレビューするんですか？そう、新しくないこれ。一番最初いただきます。こんな感じどう？あ、でもなんかこう握った時にもうちょっとくっついてる、うん、そうでしょ。このあー、このね、そう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 、わかるでしょ、うん、めっちゃいい。めちゃめちゃいいのよ。ほら、手首まである。ってことは手首でキャッチできると思ってね。そう、手首でキャッチしていこうかなみたいな。はい。今でもあれだからね、そのデニッシュキャッチってさ、知ってる？食べ物ですか？いやいや、ネットで話題になってるんだけど。ああ、ピポン。うめえ。デンマーク発祥かな？正面キャッチの新しいやり方があって、普通のこういうキャッチじゃないですか？じゃないのよ。 それとドッジボールとかでやるさ、そこの、まあ、中間で使えそうな、ここと、ここの中間？そう、こういう新しい、こういう遊びなかった？小学校の時なんかこうやってやってキャッチするとなんかこう散歩するみたいな。あった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 。ここに来たボールをこうやって挟むんだよ。マジっすか？いや、マジ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 、こうやってスポッて、これ結構使えるんだよね、デニッシュキャッチ、うん、この前試してみたんだけど、まあ難しいんだけど、はい、結構使える。その時にも、あ、そこが生きてくるかもしれない。話脱線したんですけど。じゃあ早速、じゃあ、はい、キーパーグローブつけて練習していきましょうか。そうだね、やっぱでも新しいグローブはさ、うん、テンション上がるよね。 SGS マジでね、クオリティ普通にいいかな。これが SJS。 いや最高よ、つけ心地。キャッチングです。めっちゃ汗かいてるけどね。どうすか？いい感じだね。やっぱね、取りやすい。水とかつけてんすか？つけてないよ。特に何もつけずに。あ、グリップ力。噂のデニッシュ。ゴールが見えてる。今のがデニッシュですか？今ので、ちょっとこうなんか、この状態から少しこう包み込む感じ。ちょっとデニッシュの申し子。デニッシャーがいるんで。普通の構え、キャッチをできる構えしとかないと多分出ないですよ。お、お、これこれ。デニッシュだ。不思議でしょ今の。なんか変な感じ。まあやっぱね、新しいグローブだからめちゃめちゃ使いやすいよね。おすすめですか、うん、じゃあこの。うん、これはおすすめです。どうやって買うんですか。これはショーターズエクイプメントっていうページで。はい、あ、じゃあ概要欄。そう、ホームページで買えます。概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さん買ってください。はい。僕には一円も入りません。はい、SJS です。これですね。
ジャイアントからの SJS。